の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話。今日は対岸のジェムステックの対岸の方がね、すごいすっきり見えるぐらいです。まあ台風が過ぎ去った後、いつもはちょっと水蒸気で霞むんですけど、台風が過ぎ去った後っていうのは対岸がすごいすっきり見えます。で、各地めちゃめちゃ暑くなってますね。まあ、思ったより早く通り過ぎて、しかも思ったより弱まってくれたので、まあ関東の方は比較的まあ、大丈夫だったなっていう印象の方が多いかもしれないですね。まあ一方で長野とかね、思わぬっていうんですかね、まあ、予測では出てたんですけど、まあ、土砂災害とかがやっぱり起こってしまった場所があの、あって、多分確か亡くなった方もおられたんじゃなかったですかね。まあ、なかなかこういうふうにね、弱くなってもこういうことが起こるんですよね。それが台風なんだなっていうことをですね、改めてちょっと感じたこの1週間でしたけど、まあ台風に限らずなんですけど、まあ、こういうそのなんていうんですかね、なんですか、もうすごいこう派手なと言ったらあれですけど、まあ、列島全体がまあ、注目するというか、まあ、そういう瞬間はもう本当に誰もが注目すると思うんですけど、結構僕は大事だと思ってるのが、まあ、その過ぎ去った後なり、まあ、普段ほとんど何もないという時にですね、まあ、どれぐらい関心を持てるかっていうか、まあ、関心というかですね、まあ、感性を鈍らせずに過ごせるかというか、まあ、逆に養うぐらいの感じで、過ごせるのかっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、もちろんですね、近づいてる時により強い関心を持ってくださいって、まあ、僕もずっと呼びかけてきましたし、それにこうしてですね、まあ、いつもよりも注意を払うっていう行動はもちろん正しいんですけど、まあヤフーのね、災害情報の担当の方とかも話してて、いつも思うんですけど、まあ、やっぱりその派手なのが来た時だけ、まあ、情報を取りに来る人が、まあ、まあ、なんていうんですかね、ピークがバーッと来てですね、それ以外の時は、まあ、なんていうか、ほとんど、まあ、ゼロとは言わないですけど、まあ、何百分の1みたいな、まあ、ちょっと正確な数字わかんないですけど、まあ、とにかく桁が全然違うと、見に来る人ということを言ってて、で、まあ、それはある意味僕の自身の行動としても、まあ、その一緒だなとは思うんですけど、じゃあその平穏時に、あるいは通り過ぎた後に僕ら何を見たらいいのかなと、見たらというかどういう感性を養うことをしていればいいのかなっていう、そこは僕はちょっと正直まだ答えはないんですけど、まあ、今までね散々毎日続けてきて、それで何か見えてくるんじゃないかなと思いながら僕も続けてきたんですけど、そうですね、だから続けてみないと逆に、分かんないんだなってことも分かりました。なんていうか本当に分かってないことに気づけないというか、うん、そんな感じですかね。今回の1週間でなんていうんですかね、まあ、いろんな話題が出ててですね、まあ、特別警報っていうね、今まで結構比較的新しい、まあ、制度じゃないですけど、まあ、情報というのが
いつからできたんですか。まあ比較的新しい注意の呼びかけ方があって、50年に一度という基準ができて、まあ、それがまあ何度かいろんな場所で出て、それに対するじゃあ僕らは実際具体的にどうすればいいのかっていうことをですね、まあ、答えはないわけですよね。それもだから呼びかけに対して杓子定規に動いてもしょうがないですし、かといってちょっとそれを甘く見すぎて、例えばなんかね一個あったのがですね、沖縄の那覇で特別警報が出てるのにプロ野球ナイターをやっていたとかですね、あれはちょっとちょっと考えさせられましたね。やる側は、まあ、損失を出したくない。で確かに雨雲の領域っていうのは、まあ、一旦抜けてたんで特別警報は出てましたけど、まあ、北部にかかってたんで南部は大丈夫だろうって判断だったのかもしれませんけど、まあ、それから終わって帰るっていうところまで考えたらどうだったのかなっていうのもありますし、まあ、だから一概に僕はそれをなんていうかナイターやったことを責めるとかそういう話じゃなくて、これは確かに難しいなって思いましたね。一方でその特別警報ってものを出したということの意味って何なんだろうなっていう、出した側の、まあ、苦悩みたいな話って、難しいなっていうのはですね、やっぱ改めて思いました。でこういうことっていうのは僕正直言って今までだったら気づかなかったですね。あれって平穏時に毎日意識してなかったらそういうことに気づく感性って僕できてなかった、今までの僕だったらなかったなと思ってて、この1週間では、まあ、だから50年に一度の台風が来たっていうのもありますけど、ある意味アラケンの新刊をずっと眺めながらその魅力を語り続けていた毎日の中で起きた1週間っていうのはですね、なんか、まあ、別の感性が失われた上であれを迎えていたので、出来事の受け取り方が自分としても変わりましたね。まあ、だから皆さんにどうっていう話ではないんですけど、まあ、皆さんどういうことが変わったかっていうのはもしあったら教えてほしいなと思ってますし、まあ、そういうことはぜひアラケンにも伝えてあげるとですね、まあ、アラケンもその答えのない中で、災害ゼロの未来を作りたくてやってるわけですから、まあ一人でできることじゃないので、こういうなんていうか通り過ぎた落ち着いた状況の時に、まあ、ちょっとでいいんで、あと一歩考えてもらえたらなと、この1週間を皆さん振り返って、どのニュースに対してどういう印象を持ったかとかですね、ちょっと考えてみていただけたらなと、まあ、今までその明日どうなるんだと、台風はどうなるんだみたいなところでずっと見てきた1週間だったと思うんですけど、ちょっとこういう時だからこの1週間を振り返るってのもいいんじゃないかなと、思いますね。ちょっと今日は本の話そのものではなかったですけど、まあ、それがあった上でのそういう苦悩の中で生まれてきた本だっていうこともですね、分かってもらえたらなと思います。それではまた明日。